はい、皆さんこんにちは。カタリリウムのカタリです。強くなりたいガンダムナインやっていきたいと思います。トーナメント2回戦目、初めてですね、2回戦突入したのは。でこんな感じにしてみました。どうかな、とりあえずグフでいってみようかな。1位取りたいですね。まあかっくりよね。まあ道具になりました。道具ですね。で相手に舞台の人いるかなと思ったらいなかったですね。知ってる人はいませんでした。こっち側ってどうなんですかね。地形的には不利なような気もするんだけどな。そうでもないですか。有利、どっちなんだろう。なんかちょっと大きくなってから不利になったような気がするんだけどな。燃えてるし、いきなり。あらなー、見えなかった。取られましたね、1ね。というかみんな来てないね。結構まばらだな。どうしよう。これこの調子だと危ないんじゃないかな。燃えてるな、くそ。ちょっと取り行かないとね、うち。あ、当たんなかったと。いいね、なんか変なのおっしゃったし。位置取りたいとこだな。これ取らないと自陣だよ。2はどうでもいいんじゃん。2は別になくてもね、いけると思うんだけどな。ただコンテナがね、2がないと取れないっていうのはあるよね。マジかよ、攻撃の嵐だな。ダメだ、まずい。順位的にもまずくないか、機体的にもまずくないか。どうしよう。でも1行かないとな、きついよな。攻撃がすごいってことは、なんでここでやられるんだ。こんなとこで。ちょっとこれどっかで直せないかな。直せないね、ここへ来てもね。支援がいない、どうしよっか。このまま乗り潰す。あと30秒なんとかしなきゃいけない。しかもロックされてじゃ、これもう勘弁してほしいわ。だったらここにいた方がいいか。ただロックされてるからな、ここにいるのもなんか申し訳ないな。遠いからね、一番最遠いからいっか。あ、ありがとう、ありがとうな。ラッキー、直してくれた。
あ、くそ、もう一機いたのか。ちょっと今回事故りすぎじゃないか。みんな引っ込みすぎないね。ここより前出ないもんね。ここにさえ来てないもん。ちょっと出なすぎだよね。指揮官というかイモイモしすぎてるわ、あまりにも。あ、もう一足。ちいやー、何にもやらない、何もできないうちやられちゃうね。こんなとこまで来てんだよ、敵が。かなり持ってるよね。これダメだ、前線がいなすぎる。どうしようかな。かといってこっち行ったらね、もっと不利になっちゃうから、行くに行けないしねもう順位なんかどうでもいいからやるしかないな。全員がいなすぎる、どう見ても。ああ、落ちちゃったし。邪魔だな、なんか。敵戦略兵器の破壊に成功。全員いなすぎるわ、本当に。石取ったけど、これ1確保する。あ、1取ってないじゃん。あれ1取ったように見えたの、嘘。もう捉えちゃったのかな。1取ってたように見えたんだけどな。いやー、ひどい。ほんと前出てくるやついないよね。これダメだ。ライトツ？1130か。じゃあそれまで A を守るしかないな。これちょっと A のね、ほんと敵が前に来すぎてる。あ、撃ちったよ。あー、やられてる。ほんとね、前いない。これダメだ、絶対負けちゃうわこんなの。さあどうしようかな。これだと11時半に間に合わないんじゃないか だってもうこのラインから前にいないもんね。敵がここまで来てるんだもん。こんなありえないよ。こっちにね、人がいすぎてる気もしなくはないな。2なんかどうでもいいからね。ここは B に来なきゃいいんだもん。さてと、どうしようか。ここで見えないよ。ほんと声出して、声。なんで声出すんだろう。あ、全然間に合わないわ。30秒間に合わないじゃん。話になりませんでした。シュナイドで言ってもな、 A 入ってるよ。まあ各ここにいるからなんとか間に合うかな。敵軍戦略兵器が発見されました。
空いてる。いただいちゃったー。敵戦略兵器の破壊に成功。うわ、マジか。向こうから撃たれたのか。いや全然ダメだね。やっぱね、一時してないときついな。そう言えばよかったかな。これはちょっときついかな。位置取り返しもうちょっと時間的にどうよって感じだけど、いやようやく一機って感じだよね。出撃する機体を選択して、出撃する地点を選択してください。位置取ったね。でももう遅いな、こんな時期に撮ってももう。1の前で行かないと、ああ、B も入っちゃってるし、ひどいっすね、今回は。いやーきついね。10機40秒出れないもん。ちょっときついなー、これもう勝てないですね。7分じゃよっぽどのことがないと逆転できないでしょう。F10 でいける。押し倒してるね、こっち来たやつね。さすがです。またなんかやっちゃった。
け。爆撃。さてどうすっかね。出撃する機体を選択してください。敵軍戦略出撃する地点を選択してください。これ B からいけるかな。作戦時間が残り5分です。あっち、バズにしとけばよかった最初。あと何秒、十何秒持ってばいい。よし、倒したね。全然当たらないというね、悲しい最悪、最後地雷でやられちゃうっていう。また1取られてるしね、話にならないな本当に。やっぱ1大事だよね、このマップ。いやーきついね、前線ほんといないわ。警備負けすんだよなこういうのだと。ほんとにいやもう終わったわこれ1分37秒でしょ。終わりだ終わり。マップを見て終わりにしましょう。トスなんかできないね。やっぱいちいちしてないとこのマップは無理じゃないかな。あと後衛ばっかだもんね。ここより前出れないっていうのはもうちょっときついかなっていう気がしますね。うわすげえコンテナが。まあコンテナ差っていうのもあるけど、コンテナ差でこんなになんないからね。参加したかったわ、参加したかったわ。まあ来てるけど、もうこれはもうどうにもなんないもんね。おお核入ってるけど、これは落としちゃったかな。残念ですね。
自軍戦力ゲージは残り 30% 以下です。ちょっと入ってんだけどね、頑張ってるけどな、みんな。敵軍戦力ゲージは残り 50% 以下です。中央出れるけど、今からどこへ出ようかって感じだね。一応敵がいるそうなところへ出ますけど、しょうがないですね。我が軍の敗北です。速やかに撤退してください。ということで2回戦負けでした。残念でしたね。次準決勝ぐらいだったのかな。20位ですよ。20位。まあでも楽しめましたね。十分。59.44 でしょ。全然もう KD 負けしてるよね。やっぱね、1の差だよね、これは。完全に。凸がどうのこうのじゃないと思うな。57機とか倒してるもんね。これ何で倒したんだろう。個人評価の報告です。はい。ということで、これはゲットできませんでしたね。作戦失敗ではない。お、なんか取った。すごい戦果を上げていますね。すっかり忘れてましたね、こんなの。本部より報酬が届きました。開封するコンテナを選択してください。はい、ということでね、トーナメント結構ね、普段使ってるコスト単位が280に近いのであんまり違和感なくやってますけど、まあ楽しみましたです。まあジオン弱い弱いって言いながらも、今回ジオンが結構残りましたよね。よかったんじゃないでしょうか。次が準決勝でしたね。もう一回ぐらい勝ちたかったな。はい、ということでね、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。